ジクサ SF、はい、ご納車をさせていただきました。先ほどね、はい、乗っておりました。パンをいただきました。あのご近所のパン屋さんもね、結構有名らしいです。あと、はい、でいただきます。はい、今限界じゃないですね。だらだらとね、加速をさせていただきました。揺れメーターはまあ最近の衰えらしいですね。今私動画、これはあれです、あの試乗と試乗している動画をね、一応確認して下手なもの投げてね、あの鈴木のあれに傷がつくとまずいですから、はい、一応ねウォータージャケットがあって、あオイルジャケットっていうのがちゃんとあって、そこに、オイルクーラーで冷やしたオイルをもう急速に送り込んで冷やすっていうシステム。昔のやつはなんかオイルジェットみたいなのがついて、それでブワーッと飛ばしてね、冷やすっていうような感じだったと思うんですけど、これは本当に揺れですよ。そう。要は、通常はそこを水が回るところを、オイルを直接そこに送って。2系統あるらしいですね。2系統。いわゆる、潤滑用の部分と、ここに冷却するための、これが新世代の揺れエンジンだ。どうだ、はい、さあ、そんな感じですね。これだけ見るとなんか、幅があるんで2気筒エンジン見えますけどね、まあ、シングルという感じになります。これで4気筒作らないのかな、SF ということで、メーカー希望小売価格は481,800円、通常のジクサは448,800円ということで非常にリーズナブル、このバイクがこの金額で買える嬉しいですね。ガソリンは12リッター入ります。昨日ね半分になった時に入れて 5点ちょっとだったんで、まあ、大体正確ですね、うん、大体半分ね、半分っていう感じでございます。はい、6速ね、いいですよね。 2BK だ、型式だから、もうそろそろ変わるのかなね、変わる。あでこれね、あれですね、すいません、私あの勘違いしてましたけど、カタログ見ると GSX250F になってましたGSX250F っていう型番になっておりました。すいませんね、 R じゃないね。はい、おかげさまで100周年ということで、2020年ねのカタログですけど、2020年に発売されたんですかね、もう2年。どうですかジクサーね、いいじゃないですか、かっこいいですよね、かっこいいです、はい、という感じで、ちょっとこれねアップさせていただいて、ね、まあそうなんだ、乗ってるだけですからね、まあ、見ていただけると幸いです。どうですかね、トラブルないですかね、大丈夫。まあ私も一周してきましたけど、そんななんかどうってことはないと思いますが、はい、とりあえずあの迷わずに、大丈夫ですかね。金町まではね、なんかお仕事で、あの、たまに来るんですけどっていうお話をされてたんで、金町まで普通に出られればね、五甲十字路をちゃんと曲がれれば、まっすぐ行ってしまうと、どこに行くのかな、あれは、北小金の方に行っちゃうんですかね。ちょっと違う方向に行ってしまいますからね。はい。っていう感じで、ジクサー SF250。はい。とりあえず、無事に納車ができまして、よかった。あこれ終わったからね、ちゃんと済みって押しとくんです、はい、申し訳ないね。そう、忘れちゃうから、オプションとか何つけるかとか、自賠責は何年なんのかとか、そういうのみんな書いてあるんですそう書いとかないと忘れちゃうから、もう、そう前はね書く必要なかったんです。なぜかって、一度にその2台3台売れることないからな、最近売れるんだ、いいじゃん、なにふざけんなよそんなね、言う前に勘弁してくださいよ。なあと KRV2 台、 あとディオ、この間あの処分してほしいって言われたディオ50ね、でエンジンかかって普通に乗ってこられたし、別にそんなねあれじゃないんですよ。だからあこれ使えるなと思ったら、その介護でこの間トゥデイをね、したらもう、あなんかもう一台ある、あじゃあそれも買いますみたいなおっしゃっていただいたんで、だからね、それもやんないとね、はい、という感じでございます。だから今、まあ、あと KRV2 台ね、あとちょっと今日はお見えなんないの、今日何日でしたっけ、あれいいのね、はいすいません、すいません、ありがとうございました、はい、そう T シャツね着ていただいて本当にありがとうございます。前にご購入あのいただいてるんですよ、ね、はい、お会いしたのは初めてなんですけどね、はい、動画でジクサーをね見てたらなんかいいなと思っちゃった。もう多分その時にはすでに感染が始まったんですね。危ないですね、知らないうちにあの鈴木
そうやって感染している方がいっぱいいるんだろうと私は思うわけですが、私ですか、大丈夫ですと思いたい。どうやって調べればいいですかね。検査の方法ありますよね、多分ね。鈴木ちゃんの動画とか見ると非常になんかちょっと心が躍るみたいな、なんか嬉しいなって思っちゃうとかね。で、例えばこれホンダとかヤマハとか川崎の見ても別に何とも思わなくなったとか、危ないですよね、危ない。そう、あの S マークを見るととかね、車とかでも鈴木タイトルあるじゃないですか、あれ見るだけであれやばい、ちょっとなんかと思っちゃう、危ない、ね、なんか嬉しくなっちゃう。誰かが鈴木の車両のことをなんかね、褒めてるとなんか嬉しくなるとか、ダメです、危ないですね。はい、余計な話でございましたが、はい、というところでですね、大丈夫ですね、無事にねお帰りいただければと思います。はい、おかげさまでね、新車買えるのかな。それが一番微妙なんですけど、で普通に納品もしね、探してる方がいらっしゃったらぜひ乗ってやってくださいね。もう鈴木の販売店に代わって私がうち取り寄せはちょっとあれですけど、できるのかな、分かんないな、いやーって言われちゃうかも、鈴木入んないよってね言われちゃうと思っちゃうんですけどね、うん、まあぜひこれがね次のにつながりますから、でも SX みんな待ってるのかもしれないね、そういうのがあるかもしれないですからね。ネギッドもいいですよね、ネギッドの方もかっこいいよね、うん、ハンドルもちょっと高いでしょ、ネギッドだったらね、どっちもいいですけど、うん、後ろは一緒だもんね、うん、後ろがかっこいいんだよな、やばいんです